K-4 はアメリカ海軍の潜水艦。K 級潜水艦の4番艦。当初の艦名はウォルラスであった。ウォルラスは1911年11月17日に K-4 に改名された。1912年1月27日にワシントン州シアトルのモラン社で寄港する。1914年3月19日に JP オールディング夫人によって浸水し。 1914年10月24日に艦長ジェームズ・ P ・オールディング大員の指揮下収益する。収益後は太平洋水雷小艦隊に合流、K-4 はカリフォルニア州沿岸で作戦活動に従事し、水中戦技術開発のための定期的な演習及び実験を行った。 その後は1915年10月14日から1917年10月31日までハワイ海域で同様の活動を行う。アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦。すると、K-4 はハワイを出港し、フロリダ州キーウェストに向かう。キーウェストには1918年1月9日に到着、作戦活動に従事した。 戦争の残りをキーウェストで過ごし、フロリダ半島を紹介した。1918年11月11日に停戦協定が成立すると、K-4 は潜水艦に配属される士官及び、兵の訓練を東海岸沿いに行った。その後も4年にわたって訓練任務を継続し、1923年3月24日にバージニア州ハンプトンローズに、 到着、1923年5月19日に同地で退役し、1931年6月3日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。